たしらかの王女ふすま伝令廃所西戸の塚古墳は奈良県天理市中山町にある古墳。形状は前方公園墳。大和古墳群を構成する古墳の一つ。実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁によりふすま伝領として第26代京大天皇皇后のたしらかの王女の御捧ぎに自乗されている。三世紀後半頃の築造と推定され、 古墳時代最初期の橋墓古墳に皇族する大王母とする説で知られる。奈良盆地桃園の丘陵上に築造された巨大前方公園墳である。東側には隣接して東殿塚古墳があり、2期は大和古墳群のうちでは最高所にあって盆地全域を眺望する。現在までに墳丘を良好に依存する。現在は宮内庁事情の交互量として、 道庁の管理下にあるが、これまでに1989年度に区内庁所領部による紛糾表面調査が実施されたほか、1992から1994年度に天理市教育委員会による紛糾周辺部の調査、2012年度に学会立ち入り調査などが実施されている。紛糾は前方五円形で前方部を南方に向けるが、 東西方向の傾斜地に直角に蓄造されているため、左右非対称型を取る。噴球は公園部で東側3段蓄成、西側4段蓄成、前方部で東側1段蓄成、西側2段蓄成。噴球長は約230メートルを測るが、これは大和古墳群では最大規模になる。噴丘表面には不き石が認められるほか、 特殊期大形土器、特殊期大形派には、特殊簿形派には、有段公園の円筒派にはなどの初期派には等が検出されている。主体部の埋葬施設は明らかでないが、墳丘上では公園部、前方部それぞれに方形段が認められている。この西戸の塚古墳は古墳時代前期前半の3世紀後半頃の築造と推定される。 橋墓古墳に皇族する大和王権の大王母と、目され、隣接する東と野塚古墳とでは、西と野塚古墳を先とする連続的な築造とされる。被葬者は明らかでないが、現在は、宮内庁により、田白家の王女の御捧ぎに事情される。ただし、築造年代は、田白家の王女の6世紀頃という想定年代に合わないため、 真のたしらかの王女用については、西山塚古墳とする説が有力視され、代わって、本古墳の真の被葬者については、卑弥呼後継者の代与えとする説などが挙げられている。西戸の塚古墳のステレオ空中写真画像上に東、戸の塚古墳、下に、西戸の塚古墳。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。 古墳の規模は次の通り。墳球長を219メートルとする説の場合には、全国第24位の規模に位置づけられる。墳球の段築テラスは、公園部、前方部を直結せず、公園部、前方部の段の違いは、首れ部で解消される。また、墳球西側には、西戸の塚古墳特有の幅広の平坦面が、再下段として成形されている。 噴宮東側には立教場施設が公園部中央、前方部南側の2カ所に設けられており、いずれも隣接する東殿塚古墳に接続する。日本書紀に基づく関係系図西殿塚古墳の実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁では第26代、携帯天皇皇后の田白家の王女の御捧ぎに事情している。田白家の王女の三朝ぎについて、 日本初期、古事記に記載はないが、演技式書両料では東馬家の襖伝母として記載され、大和国山部軍の所在で、町域は東西二町、南北二町、宿はなく、山部同行岡鏡領の三笹戸が金盛りするとする。その後、中世には領の所在に関する書伝は喪失。1876年に、京武将によって、西との塚古墳が領書と定められ、 1889年にお絵がなされている。橋墓古墳殿、山和ととひももそひめいのちぼ。考古学的には、山王県初代大王母で、ひみこの墓か。以上の一方、田白家の王女のまみささぎに関しては、西戸の塚古墳ではなく西山塚古墳に否定する説が有力視されている。この説は、 西都の塚古墳の築造年代が前日のように3世紀後半、頃とされる一方、西山塚古墳の年代が6世紀頃と、田白河の王女の想定年代と合致する点を根拠と、する。一方で西都の塚古墳の真の被創者については、卑弥呼の墓とされる、橋墓古墳に皇族することから大値とする説、主人天皇とする説などが挙げられている。ありがとうございます。